色違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は法政大学キャリアデザイン学部4年の中村由佳さんにお越しいただきました。中村さんよろしくお願いします。お願いします。中村さんは今どんな活動をされているんですか？今は生配信のアプリを使ってライバーの活動をしています。ライバーとはネットでライブ配信を行う人のことを言います。リップとか絶対にブレないアイライナーとかがねできたらね、その列車の中とかでさっさっとメイクしたい人とか。どんなことを、まあ、ライブ配信してるんでしょうか？主に2つぐらいあるんですけど、うん、1つはニュースとかトレンドの解説、2つ目がこう自分があったらいいなって思うものを実際にアプリに落とし込む過程をみんなに見てもらうって配信を多くやっています。話すこととかそれをテーマにすることっていうのもいろんなところにアンテナ張ってないと、うん、なんかアイデア出てこなくないですか？そうですね。なんかこうライブ配信を始めたきっかけとしても、うん、こう日常に抱いている疑問、うん、他の人にとったら新しい視点であるみたいなことを学んでから、うん、こういうことも発信していいんだって思えるようになったので、うん、こう自然と発信しているだけで、うん、みんながちょっと楽しんでくれてるので、それはすごく嬉しいことだなと思います。それまでもいろんな活動っていうのをやってたんですか？そうですね。高校生の時にビジコンに参加したりとか、うん、でビジコンでその全国優勝したんですけれども、そのアイディアが評価されるだけで実際に世の中で実現されてないってことに対してこうすごく不満感を抱いたので、うん、じゃあ自分で作れるような人になりたいなと思って、大学に入ってからはもういろんなプログラムに参加したり、インターンシップとかにこう頑張って参加したりとかしていて、ひたすら行動していたっていうのは、まあ、あるかもしれないですね。夢は人の個性が組み合わさったカラフルな社会を作る偶然的出会いを起こす人。その夢のルーツは、もともとそこまでこう夢があるとか、こう将来に対してこうすごくワクワクするっていうのはタイプじゃなくって、割と今楽しければいいみたいなタイプだったんですけど、いろいろ行動してきたり好奇心のままに動いてきて思ったのが、目の前のチャンスで、なんか私が引き寄せたってものよりかは、こう、まあ、誰かが与えてくれたりとか偶然的に起こったものが多いなって思っていて、うん、こういう偶然的なものに私は出会えたからこそ、こう今自分のカラーを出せているのかなっていうふうに思うので、今度は私が誰かがなんかこう心を動くようなものとか言葉だったりサービスっていうものを提供していく側になりたいなってすごく思います。今回の夢は人の個性が組み合わさったカラフルな社会を作る偶然的出会いを起こす人でした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。